どうもこんにちは、ズオです、今日はひいさんがお土産に美味しいものを買ってきてくれたので、はい、それを食べます。夜食ご用意しました。夜食ご用意していただきました。どうぞ。あらわあ、美味しそう。すごいすごいね。はい、5月1日からのトゥデイです。お父さん大好きなやつ。はい、これがスペシャルセットのハムとアボカドのサンド、エグ入り。めっちゃ美味しそうじゃんね。うん、すごい。やった。アボカドもエグも好きだよ。とこれがスーベニアプレート付きのチェリー&バニラムースケーキ。そう。とこっちがバニラプリン&ミルクゼリー、スーベニアカップ付き。ね、それぞれ800円です。これがセットで1230円でした。わー、美味しそう。いいんですか。いいですよ。じゃあいただきます。おそばん、お疲れ様。 ありがとうございます。おそばん帰りです。じゃあこれからいただきます。美味しそう。うわ、ハム美味しそう。いただきます。うん、なんかちょっとからしっぽい感じ。あ、そうなの。こんな感じになってますね。すごく美味しい。なんかすごい美味しい。好きな味だ。うん、うん、なんかこれすげー美味しい。よかったね、ありがとう。これも可愛いですね、袋が。前食べたやつと同じだよね。袋一緒だね。からし効いてて美味しい。からし効いてるよね、うん、美味しい。本当は来ないけど、ちょっと、うん、ちょっとあれ入ってるかなみたいな感じ。トマトとアボカドが、うん、このもちもちのパンにマッチェン。うん、とこの白いのうずらの卵が入ってる。わーい、入ってた。入ってる。食べていいよ。食べなよ。いや食べなよ。うずら食べ。今日疲れてるから。うずら食べな。食べ。にぐるにぐる。にぐる。食べたい。はいはいはい。よいしょ。うーん、食べた。アボカドがジュルジュル。結構食べんの。あ、このミッキーのさ、うん、ここ甘い。あ、本当だ。すごい美味しい。すごい食べづらい。違うよ。ん？袋から出したからだよ。あ、そっか、袋から出して食べたからぐじゅぐじゅなんだ。うん、それな、それな。それでこれのセットがドン、スーベニアのランチケース。プラスじゃじゃん、こんな感じ。900円。プラス900円。これですね。めっちゃ可愛いと思う、ね、近くで見るとこんな感じです。うさぴよぴよ。裏もぴよぴよ。裏がさ、結構シンプルなのが。そうだね、うん、サンプル見て結構かわいい。中見るとちゃんと保冷もできるやつだね。保冷保温が素晴らしい。いいね、いい。こういうのね、かわいいよね。かわいい、うん、これめっちゃおすすめ。うさぴよ、これ、うん、売り切れてるけど、かわいい。こういう生地です。シャワシャワ。シャワシャワするやつ。で、これがムースケーキだ。そう、ムースです。これムースです。で、はい。スーベニアこんな感じ。軽くていい。あ、メラミンだ。うんうんうん、いいね。かわいい。これかわいいね。うん、最近ちょっと深型のさ、うん、こういう小皿、スーベニアが。うん、多いじゃん、うん、ありがたい。ありがたいね、確かに。よく使うもん。よく使う。わあ、これ美味しそうだな。本当だ、絶対好きだ。はい、じゃあいただきます。美味しそう。ん、好き。何ムース？チェリーか。うん、うん、桜の味がすると。恋しちゃった。
恋しちゃった。あれ二口目待ってた。うわすごいたっぷりだね。すごい美味しい。ほらすごい美味しいこれ。あごめん疲れた。大丈夫。本当だ。ね。桜味だ。そう桜味。まあチェリーも桜だけど。あげる。あ。甘み、あんまり、そう、酸味があって甘さもあるけど酸味もある感じで結構食べやすい。美味しいね。うん、これめっちゃうまい。春らしいね。春らしい、春らしい。コーヒーがあるといいね。じゃあ最後、いただきます。はーい。うん、うんふん。あ、よかった。ごちそうさまでした。と淡い、淡いね。淡いのさ。淡いのさ。そうなのさ。それとプリンですね。バニラプリン&ミルクゼリー。 Yes Yes。 美味しそう。で、スーベニアカップがこんな感じになっております。小さめだね。うん、可愛いね。可愛い。裏もこんな感じでいいね。うん、はい、ランドのうさたまと比べるとこんな感じですね。あ、失礼。うん、クリスマス。あ、クリスマスの時と一緒。ちょっとほこりかぶってるけど。あ、クリスマスと同じ感じだね、形としては。うん、去年の。去年のやつ。うん、はい。こんな感じです。でも収納しやすくていいんだよね、うん、それも使いやすいし。使いやすい。じゃあプリンの方いただきたいと思います。いただきます。どうぞ。あの、このガツンってくる感じ。バニラがあ、ね、上はクリームで、上はクリーム、2層になってる。2層になってますね。上はその黄色いのは何なんだろうね。でもバニラなんとかって書いてあるね。バニラとミルクか、うん、上がバニラかな。はい、こんな感じでちょっと分かりにくいけど2層になってます。下が白で上が黄色。ミルクゼリーだって。え、ミルクゼリー、なんかね、重いってこういうことを言うんだねって感じ。絶対褒めてない。いや、褒めてる、褒めてる。いや、褒めてないよ。いや、褒めてる。食べれば分かる、この感じ。美味しいよ。でもさ、重いってこういうこと言うんだなって感じじゃない？あとが、うん、なんか結構濃厚だから。あ、そう、すごい濃厚。ドカーンとくる。ほら、同じじゃん。やーな、誘導尋問だ。いやいやいや、美味しい、すごい美味しい。うん、このソース意外と酸っぱくないんだね。あ、そうそう、なんか甘さ100って感じ。いや、でも味はあんまり、うん、後味は甘くないから好き。これ1個食べれば十分って感じだ。おいしい、おいしい、食べやすい。すごい今胃にじわーっと。だから一緒じゃん、重いじゃん。なんで食べない。なんで食べない。うん、あ、でもすごいおいしかった、うん、大満足だこれ。はい、ということで今回はひーさんがまたお土産でパークフードを買ってきてくれたので仕事帰りに食べております。いやー、どれもやっぱり美味しいね。美味しい。やっぱディズニーのご飯は絶対美味しいと思うもんね。うん、とてもおすすめです。特にこのサンドイッチ、サンドイッチ本当におすすめ。本当おすすめなのでぜひ皆さんもチェックしてみてください。あとあれも美味しかったよね。どれ？おすすめしてくれた、うん、ザンビーニのセット。あ、ザンビーニのセット、あのパスタのセットだよね、うん、桜エビのやつ、うん、あれすごい美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。おすすめしてくれて、うん、ちょっと動画にはできなかったんですけど、うん、一応撮ってあるからまた未公開みたいな感じで出すかもしれないですけど。あれは、あれは美味しかった。サラダも美味しいし、そう、パスタもね、ぜひ食べてみてください、うん、はい、はい、ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録まだの人はしてください。ではまた、バイバーイ。この後、別のお土産をお渡します。
聞こえてる全部聞こえてるThank you.